お世話になります。一人でございます。今回はバトルポイントの合言葉が配信されたということで、それを共有させていただきたいと思います。ゲームニュースのこのランクバトルの2月シーズンスタートというところに書いてありまして、それでここを見てみますと、一番下のところにございまして、まあ、ここの報酬についてというのはシーズン終了後の話でございまして、そこでシーズン終了したら不思議な贈り物を受け取るから、受け取れるということで。で、一番下のところに行きますと、不思議な贈り物が受け取れる合言葉を公開ということで、下記の合言葉をポケットモンスターソードシールドに入力すると冒険やバトルに役立つプレゼントがもらえます。これはみんな合言葉共通ですので、私のこの画面を参考にしていただいてももちろんできますので、受け取る期限は2020年3月31日なので、そこまでに必ず欲しい方はやりましょう。バトルポイント20ポイントということで、まあそのこまで多くはないですけど、まあもらえないよりはいいでしょう。私もやってみますと、不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取るということで、シリアルコード合言葉で受け取るというところから、ここから入力していきます。ちょっと読み方わかんないですけど、スーパーって打ってから EFF1CACE ということですね。これでやっていきましょう。お、来ました。はい、ありがとう、プレゼント。いいっすね、この画面はなかなか美しい。 OK、 ありがとう。はいはい、結構長いな。バトルポイント 20BP 受け取りました。 OK、 こんな感じでゲットできるというわけでございます。短いですが、この動画ぜひ参考にしてみてください。